こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、ちょっと特別な日に食べていただきたいビーフシチューご紹介します。で、今回ご紹介するビーフシチューは普通のビーフシチューとちょっと違ってですね、赤味噌を使った赤味噌ビーフシチューご紹介したいと思います。私お味噌いろいろ使うんですけれども、ビーフシチューに赤味噌を入れるとですね、コクと深みがギュッと、深まってとっても美味しく仕上がります。お手持ちに赤味噌がなければ普通のお味噌でも大丈夫です。もし赤味噌お持ちの方はですね、豆感があってすごく深い味わいに仕上がりますので、ぜひお試しいただけたらと思います。ビーフシチューはですね、ゴロゴロと牛肉が入って煮込む時間も少しかかるんですけれども、特別な日、クリスマスとか人が来る時とかにですね、作っていただけると、とっても美味しいごちそうに仕上がるかなと思います。ぜひお試しいただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まずこちら牛肉ですね、シチューカレー用のものになります。今回はですね、もも肉使っています。そして玉ねぎ、人参、マッシュルーム、薄力粉、オリーブオイル、バターですね。そして赤ワイン、ホールのトマト缶、中濃ソース、そしてこちらポイントの赤味噌になります。これがあることでね、コクが増しますので、ぜひなければ普通のお味噌でも大丈夫です。そしてきび砂糖、ローリエ、そして塩コショウになります。では野菜を切っていきます。玉ねぎは半分に切ってですね、横 1.5 センチですね、繊維を断ち切るような感じで少し大きめに切っていきます。繊維を断ち切るように切るとですね、玉ねぎの旨味が出やすくなるのと、あと柔らかく仕上がります。はい、次人参ですね。人参は今日皮ごといきます。大きめのですね、乱切りにしていきます。ゴロゴロしてて美味しいと思いますので、ちょっと大きめの乱切りにします。ではマッシュルームですね。マッシュルームは根元の硬い部分だけ切り落として、で半分に切ります。そしたらお肉に下味をつけます。お肉はですね、柔らかく仕上げるためにまずお砂糖から揉み込むのがポイントになります。今回きび砂糖を使っています。きび砂糖はすごくコクがあってまろやかに仕上がります。なければ普通のお砂糖でも大丈夫です。先にお砂糖をまぶして、全体がしっかり馴染んだら塩コショウを振っていきます。塩、そしてコショウを振ります。で、全体を揉み込みます。で、お肉に下味がつけられたら薄力粉ですね、薄力粉をまぶします。これでですね、お肉をコーティングしてあげて固くなりづらくなるというのとですね、焼き目がつきやすくなって、その香ばしさがね、シチューの美味しさにつながっていきますので、粉をまぶします。そしたらお鍋にですね、オリーブオイルを熱します。強めの中火にかけていきます。はい、オイルが熱されたらまずですね、お肉だけ入れて焼き色をつけます。少し強めの火でお肉に焼き色をつけていくイメージです。ここのね、焼き色が香ばしさにつながります。転がしながら焼き色をつけていきます。
はお肉に火が通ってなくて大丈夫です。一度ですね、焼き色がこんな感じでいい焼き色になってきたら、そしたら一度お肉を取り出します。はい、そしたら同じ鍋ですね、こちら先ほどのお肉の旨味がすごくしっかり出てますけれども、ここにですねバターを熱していきます。中火にかけてバターを熱します。バターがねほとんど溶けたら玉ねぎを炒めていきます。これで一度しんなりするまで炒めていきます。はい、玉ねぎがねしんなりしてかさが減って、すごくねバターの芳醇ないい香りがしています。そしたら人参、そしてマッシュルームを入れていきます。はい、全体に油が回ったら OK です。先ほどですね焼き色をつけたお肉を戻し入れます。ちょっと肉汁出ちゃっていたら肉汁も一緒に入れてあげてください。そしてですねここに赤ワインを加えます。赤ワインを入れたらですねアルコール臭さがなくなるぐらいまでだいたい 2,3 分ですね加熱をしていきます。はい、そしたらここにお水、そしてホールのトマト缶、少し潰したものですね、手で握るようにして潰してあげたもの、中濃ソース、そしてこれポイントになります。今回ポイント、コクが出ます。赤味噌を加えていきます。赤味噌はねちょっと溶けづらいので少し溶いて加えてあげるといいかなと思います。そしてですねローリエ、香りがよく出ます。ちょっと切れ目入れてあげて加えていきます。こちらでですね煮立ってきたら弱火にしてですね、で時々混ぜながら蓋をして1時間ほど煮ていきます。はい、では開けてみます。あー、すっごくいい香りがして美味しそうです。ちょっと見てみますね。あー、すっごく美味しそうです。柔らかそう。これでですね、一度少し味見をします。うん、美味しい。これで味が足りなければ少し塩コショウで味を整えてください。今回はねコショウだけで大丈夫そうです。私味が整えられたらこちらで出来上がりになります。はい、ではもうねいい香りが下から漂ってきてますけれども、赤味噌ビーフシチューいただいてみたいと思います。いただきます。はい、香り、ちょっと具がゴロゴロなんです。すごい大きいお肉に人参、とっても美味しそうです。また混ぜるといい香りが広がる。いただきます。
スープの中にですね、いろんな味わいが溶け出ててめちゃくちゃ美味しいです。玉ねぎの旨味、そして牛肉の旨味、人参とマッシュルームのですね、甘み旨味も入っていて、そして赤味噌がちゃんといます。美味しい。これね、あの赤味噌のお豆のギュッとした旨味が入っているので、すごくですね、この最初にちょっと焼き付けたお肉の香ばしさとあって、すっごいもう何日間かかけた味がします。美味しい。3日かけて煮込みましたみたいなこと言っても納得してもらえる美味しさだと思う。人参も柔らかいですよ。そして主役のビーフシチューだから肉、柔らかいです。口に入れると繊維がほどける感じです。柔らかいことこと煮てるからこそのこれは美味しさですね。今回ねバゲット用意しました。美味しいやつ、もっちり系の。これもパンともよく合うんです。美味しい。パンとももちろんよく合うんですけれども、これ赤味噌が入っているのでご飯ともとってもよく合います。ぜひですねお好みの方と合わせていただくのがいいかなと思います。で今回人参とマッシュルーム入れましたけれども、あのブロッコリーとかですねじゃがいもとか入れても美味しいと思います。あのお好みでアレンジビーフシチュー作ってみていただけたらと思います。少しあのコトコトのねあの煮る時間ありますけれども、その時間をかけただけの、いやそれ以上のですね美味しさが集まっててすごく美味しいです。ぜひお味噌の力もあの堪能してみていただけたらと思います。クリスマスの時期でもお客さんが来られた時でもすごくいいメニューかなと思いますので、ぜひお試しいただけたらと思います。今回赤味噌を使ったビーフシチューご紹介しましたけれども、これからもですね発酵食品を使った料理、季節に合った料理、いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。